国立科学アカデミーレオポルディーナはドイツの国立アカデミーである。歴史的には2007年に国立となるまでドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナとして知られていた。ドイツザクセンアンハルト州の晴れにあり、創立は1652年で現存する世界最古の学会であるとしている。レオポルト一世。 ミスレイニア・キュリオーサ・ミスレイニア・キュリオーサ・クチエ会は1652年に、シュバインフルトで、ラテン語名、アカデミア・ナツライキューリオ・ソラムとして創立された。創立メンバーはいずれも内会で、初代会長のヨハン・ラウレンティウス・バウシュ、ヨハン・ミヒャイル・フェール、ゲオルク・バルタザール・メッツガー、ゲオルク・バルタザール・ボール・ファールトの4名である。会は1670年に、イファー・メリダンと。 ミスレイニア・キュリオーサの出版を開始した。前者は最も古い科学ジャーナルの一つであり、後者は医学と植物学、生理学など自然哲学に関連する分野に特に強く焦点を当てるものであった。1677年、新聖ローマ帝国のレオポルト一世は、会の活動を認め、1687年に会の名称をレオポルギーナとした。 会は当初通信によって運営され、会長が仕事をしている場所が会の所在地であった。1878年までは固定の所在地はなく、1924年まで定例会議は開催されなかった。1933年、アドルフ・ヒトラーがドイツの首相になると、会はユダヤ人会員の除名を始めた。アルベルト・アインシュタインは、 その後1938年まで続く70名を超える除名者の最初の一人である。彼らのうちの8名はナチスによって殺害された。第二次世界大戦が終わると、晴れは東ドイツの都市となり、従って海の建物もその一部となった。共産党政権は再三にわたって海の国有化を試みたが、海は抵抗を続け、 ドイツ全体のための機関としてあり続けた。ドイツ再統一後の1991年、会は非営利団体として認可され、ドイツ政府とザクセンアンハルト州政府が共同で出資を行った。2007年11月、連邦教育研究省のアンネッテ・シャーバンは、レオポルディーナの国立科学アカデミーへの解明を発表し、レオポルディーナはその国際的維新によって、ドイツを 世界のアカデミーの中心にすることを運命、付けられている。と述べた。ドイツの科学アカデミーとして、イギリスの王立協会やアメリカ合衆国の米国科学アカデミーと同様、機関としての非常に大きな権限と責任が付与、されている。レプールディナ会はドイツにおいて、最初で最高の学術機関であり、国内外の協力を通じ、伝統に従って、 科学を促進することを目的としている。中心的な任務は、現在の科学的及び科学政策的な問題について、政治や社会、経済界に助言することにある。ドイツ政府に対しては、例えば気候変動など様々な科学的事項についての提言を行っており、新型コロナウイルス流行の際は、厳しく実施した日常生活への制限を、 どのように緩和していくかに関して複数の報告を行い、それを基礎に政府が緩和策を講じている。会は会議や講演を開催し、ノバ・アクタ・レップールディナのタイトルで F ・アメリダンの発行も継続している。様々なメダルや賞の授与を行い、補助金、奨学金を提供し、また新会員の選出を行っている。会はライブラリーと資料館を備えている。 会の歴史について調査を行い、アクタヒストロカレップールディナを出版している。フェローとは別に下記の通り様々な表彰が行われる。会員の4分の3はドイツ語圏からで、4分の1がその他の約30の国から参加している。レオポルディーナ会員への選出はドイツの機関による表彰の中で最も学術的に栄誉なことである。 2015年の時点で、ノーベル賞受賞者のうち174名が、レオポルディーナのフェローである。著名なフェローは、下記の通りである。ヨハン・クリスチアン・フォン・シュレバー、在位1791から1810歴代、会長は、下記の通りである。ありがとうございます。